皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、イベントにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。 WWF ジャパンで気候変動プログラムリーダーをしております山西と申します。次のスライドをお願いします。私からお話をさせていただくのは、今の、エネルギーの政策の、概要ですね。すごく大雑把な概要とそれについての課題を、若干おさらいに近いところがあると思いますけれども、簡単に4つほどお話をさせていただきたいと思っております。まず最初に先ほど来から、平田さんからですね、お話のあったエネルギー基本計画というものについて少しおさらいをしていきたいと思います。実はこのエネルギー基本計画というのは先ほど、平田さんの説明ちょっとあったと思うんですけども、もともとエネルギー政策基本法という法律が作られて、その法律の中に基本計画を作れと書いてあるので、政府が作った、そういう内容です。でこういうふうに基本法というものを最初に作って、その後に基本計画をそれに基づいて作りなさいというのは割とその日本の法体系の中でよくあるパターンなんです。でこれ自体はやっぱりおかしな話でもない。で基本計画はこれまでにですね、2回改定がされていまして、今あるのはですからバージョン3になります。でそのバージョン3はいつ作られたかというと去年作られています。でそもそもですね、この事実を皆さんの中でどれだけの方が知っていらしたかというところにまず問題があるというふうに思います。で、今現行のエネルギー基本計画の話、大体これ70ページぐらいの文章なんですけども、いちいち話をしているとちょっとキリがないので、すごく簡単なこのちょうどですね、この間出てきた資料の中に政府の資料の中にいいのがあったのでパクってきたんですけども、3つの点だけちょっとこのグラフを見て、見ていただければと思います。1つ目は再生可能エネルギーの割合がどうなっているかというところなんですが、この、グラフ4本あるうちの左側2つが、エネルギー全部ですね、電気だけじゃなくてガソリンだなんだかんだも全部含めた一次エネルギーと呼ばれるエネルギー全部を含めたグラフになっています。で一番左側が2007年の実績で、エネルギー基本計画は2030年までのタイムスパンを見ているので、2本目のグラフが2030年の推計になっています。でこの中で再生可能エネルギー、自然エネルギーについては、2007年の時には全体の 5% になっているのが2030年、つまり、大体20年後ですね、20年後で 10% になると、そういう数字になっています。要するに倍になっているんですね。で原子力も見てみましょう。原子力ももともと 10% ぐらいだったものが、次、2030年、20年後ぐらいの 21% ぐらいになる。大体ついでなので、ピーカーの発電電力量の方を見てみます。これは要するにガソリンとかそういう、他のエネルギーは含まれない電気だけの話をしている場合ですね。電気だけの話をしている場合は、再生可能エネルギー 8% ぐらいだったのが、2030年で 19% になる。で、原子力については、26% だったのが 52%、端的に言うと、倍になるというふうに想定します。で一次エネルギーの方でもう一つ注目をしていただきたいのは、エネルギー全体の量がちょっと減ってるんですね。皆さんのお手元の資料だと印刷で潰れちゃってて見えなくて恐縮なんですけども、一次エネルギーの量が2007年の時から、およそ20年後の2030年の時には全体として13%ぐらい減って、つまり省エネなんだかんだがいろいろあって、あと人口が減ってきます。2020年以降ずっとそれも影響があって 13% ぐらい減って、大体こんな数字になって、つまりまとめると再生可能エネルギーと原子力についてはそれぞれ倍になるという想定がされていて、割合的にもそれから量的にも倍になるという想定がされていて、エネルギーの消費量全体としては1割強減ると、そんなようなイメージになっています。ちなみにですが、これ経済産業省が中心になって作ったエネルギー基本計画ですが、これとはまた別に、環境省が別途、温暖化対策の観点から中長期ロードマップというものを検討しています。これは昨年末に、作られて、発表がされてはいますけれども、中長期ロードマップの中ですと、このペースがですね、大体10年ぐらい早いですね。2020年にこれとほぼ同じようなものが達成されるというようなペースになっています。その時点ですでに結構賛成の中でも差ができているということがあります。これが現行のエネルギー基本計画の大体の内容ということです。次お願いします。で、ここから、
まあ、その中身に見て取れる課題を4つ、まあ、ちょっとおさらいに近いですけれども説明していきたいと思います。一つ目はですね、まあ、先ほど来から話に出ている原子力に対する、まあ、過度な依存ですね。でちょっと依存しすぎじゃないかと。で本来であればだん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 ですね、なくなっていってほしいものなのにかかわらず、今現行ですと去年作られたエネルギー基本計画というのは2020年までに9基新しい原発を作ることにして、2030年までには14基作ることにして、まあ、これがどう考えても非現実的である、今の状況を踏まえれば非現実的であるというのは誰の目に誰の目からも明らかだと思うんですけども、じゃあこれ一体どうして、で仮にこうなったとすると2030年時点だと全電力のうちの半分以上が原発から来ている状態です。でそれって本当に安全なのかって、そもそも問題として、その今回の事故があったある以前の問題として、それが本当に安定している電源なんだって、例えば2003年の時のですね、前の東海村の時だったってやっぱりいろいろ問題があって止まったわけですよね。であわや今回今年の夏と同じようなレベルでの電力不足になるかもしれない、本当にそれって安全な安定した電源なのかという問題がそもそもあるにもかかわらず、今もまだこの計画になっているところですね。でもう一つポイントとして覚えていただきたいのは、この計画の中では設備利用率というものが上がるということも想定されています。2020年の段階では 85%、30年の段階では 90% に上げるとなっています。でこれってどういう何を意味するかというと、要するに年間で原発を使っている期間を増やしますよということ。どういうことか、これは逆に言うと定期点検の期間が短くなりますよと。今の状況下においてそれっていいんですかという話もあると思うんですね。だからここも今後注意してみていっていただけるといいかなと思います。じゃあ、次スライドお願いします。で、それとは逆にですね、日本の、まあ、再生エネルギーに対する姿勢というのはかなり軽視だと思います。それが如実に表れているのが特に太陽光の他の分野が当然重要なんですけれども、もともと太陽光の分野というのは日本というのは結構進んでたんですね。導入している量を進んでいました。で、一番このグラフのですね、一番右側が2009年なんですけれども、上から3番目の棒を見ていただくとそれが日本になっています。で今3番目なんですね。で途中から追い抜かしている2つの国、ドイツとスペイン、これ先進国しか表してないので中国とかインドが入ってくるともっと面白いんですけど、これは先進国しかない時計だったのでちょっとこのドイツとかスペインだけに注目していますが、この2つに共通しているのは明確に政策を入れてるんですね。太陽光にせよ他の自然エネルギーにせよ伸ばすということを明確に政策として入れている、そのおかげとしてあっという間に日本が抜き去ったという特徴があります。でこれは単に国全体の数字としてそうというだけじゃなくて、メーカーのシェアにも現れています。かつて日本 の1位から5位までほとんど独占に近い状態だった日本の太陽光メーカーが今ほとんどですね、アメリカとか中国とかですね、あるいはドイツのキューセルといったような企業さんにどん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 抜かれています。こういう状況もある。要するに先ほど話が出てました新たな産業、これから伸びていく成長産業としての分野ですら負けてしまっているという、そういう状況がある。で次お願いします。で次の課題、電力の体制です。で今回 の, やっぱり事故が福島の事故が起きてからですね、計画停電の危機みたいな話があって、で日本の電力網というのは意外と不便になったということがよく分かったと思います。それについて簡単にちょっとまた整理しておきたいんですが、まず需要家の側から見た時のおかしな点、1つ目は事実上ですね、我が国では電気を使う人が何からその電気が来ているかということを選ぶ権利がないんですね。自由化というものが中途半端には進んではいるんですけれども、事実上、今の電力体制、重電力体制というか旧電力体制というか分からないんですけど、電力体制が事実上維持されているので、ほとんど、少なくとも一般の消費者から見たときには電気を選ぶという感覚がほとんどない。でまずそういう選択権がないというのが一つ。もう一つは今回の件でよく分かってきます。実はあまりその日本のグリッド、電力網というのはそれほどスマートではなかった。高品位ではあったのかもしれないけれども、少なくともスマートではなかった。情報がきちんと
電力の使用状況なんかについてはきちんとじゃあ供給が伝わっているかというとそういうわけでもないし、じゃあその電力の需要状況に応じた対策を打てるかというとそういうわけでもない。そういう情報っていうのがきちんとコンピューターの中で